皆様、本日も、松島七菜子、ショパンのワルツをお届けいたします。ネパネパネパーっと、テレビの中からリンゴの貞子、ホラーナイト。Thank you.
フラネットスペアシャル。第2弾、リングのサーダッコ。一曲一曲丁寧に心を込めて弾くということは実に。集中を要するか皆さんよくご存知だと思います。子供たちは真似をしないでね。週末スペシャル。日曜日はゆっくり。のんびり。皆さん、日曜日は安息日でございます。が、先生は常に新曲をどんどん弾いてみたいのである。そうなのだ。まったくだ。新曲が弾けるととっても嬉しいから。これは誰のためでもなく、自分が好きだからやっているだけのことでございます。それではショパンのワルツ、今夜はお届けいたしました。なんと、できないことができる。自分に自信を持つことができる。これはとっても大切だと思います。わからないことはちゃんと聞くと親切に教えてくださいます。ピアノも同じです。どんどん先生にわからないことを聞いてくださいね。それでは、だるまさんがころんだ。最初はグー、じゃんけんぽん、生まれたって。6歳、25歳、50歳。